日本一。はい、皆様久しぶりの日本一ニュースでございます。本日は、山口貴子千葉県本部長が、キャスターを務めます。山口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ナビゲーターは、いつものトトさんでございます。ね、山口本部長はね、上原副本部長と同じ、一緒にね、今、はい、渋谷の方の菅原美幸さん の, あの応援に来ていただいているということで、はい、本当にね、ご苦労様でございます。ありがとうございます。どうでしょうね、こう今回はね、今回といいますか、今はね、菅原美幸さん、それから中村幹事長と、2人で例のね、統一教会の問題を、徹底追及しておりますけれども、山口さんご自身も、そういえばあれですよね、統一教会との戦いのドキュメンタリー映画の中で、インタビュー受けたんですよね。インタビューですね。はい、まあ、あのインタビューでおっしゃっておられましたけど、はい、やはりその統一教会というもの、まあ、旧統一教会ですね、現在が世界平和統一家庭連合という、はい、もうちょっと本当に舌を噛みそうな、一回で覚えにくい名前にしてくれてますけれども、はいはい、ね、彼らって一体、ね、何なんでしょうね。何でしょうね、もうもはや宗教じゃないですからね。うん、いや、そのね、はい、中村幹事長よくね、言っておられるように、うん、その宗教っていうのは、やっぱり内心だと思うんですよ。うんうん、だから、それこそね、誰を信仰しようが、どういうその、信仰の仕方をしようが、その人の内心の中にとどまっていれば、それは何も問題はないと。ただそれを何と言いますかね、人をマインドコントロールして自分たちのその教団と言いますかね、その宗教の組織のために、理不尽なその要求をする、それをまた、強行するっていうのは良くないんじゃないかなと、まあそういうふうに思いますね。そうですね、うん、はい、特にあれでしょう、女性の立場からすると、いわゆるその祝福結婚式、あんな形で、はい、どうですか、韓国でお嫁に行けとかって言われたら、嫌ですでしょ。嫌です、ね、はい、まあね、この問題については、ね、お二人にこれからもね、頑張っていただきたいと思います、はい、ね、それとあとね、山口さんの本拠の、ね、千葉県でも、はい、これから頑張りますので、ですね、ね、はい、今ね、こちら渋谷の方にね、来て、ね、はい、皆さんの応援でお勉強されておりますが、はい、ただ残念なのがね、1月にね、妨害がありましてね、あれですね、もうね、あれ、妨害に来た連中もね、大概ですけれど、何ですか、警察の対応、あれ ね、なんかいろいろあるんだとは思います、うん、はい、私がね、こう何度もああいう場所に行くか分かるんですけど、妨害に来た連中、最初ね、やつらが遠慮してかどうか知りませんけれども、道を一本隔てたところで罵声浴びてたんですよね。うんうんうん、で、それはなぜかというと、東京とか神奈川でやると、警察で必ず怪しされるからなんですよ。あ、でもなんか千葉県警が何にもしないから、結局ね、目の前まで来てガチで潰されちゃったんですよね。そうですね、うん、まああれですね、ちょっと5月以降、そうですね、うん、また改めて、ね、改めて、はい、もう千葉県警にもね、ビシバシと指導をなんて、はい、ね、そのね、千葉県ではね、はい、これからちょっと頼りになるね、副本部長も、ね、そうですね、ね、生まれましたことですし、はい、まあ、千葉県警の皆さん、はい、お楽しみになんて、はい、はい、うん、これからの千葉県本部、どのように考えておられますか。はい、そうですね、やはり議員を出したい、うん、ですね、その目標に向かって副本部長とともに、はい、はい、通り道とかでね、桜が美しくなってませんかね。ああ、そうですね、うん、なんだろう、ね、はい、桜の花がパーッと散って、でそこら中のね、ビルの窓とかにね、ペタ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 ついてるんですけど、まあ、変な言い方ですけど、なんかね、それがすっごい綺麗だったんですね。花の命はね、短いと言いますけれど、そうですね、うん、この短い春がね、だからこそこうありがたいのかもしれないですね、はい、昔よくやってたんですよ、お花見とか等で。あ、そうなんですか。今はほら武漢肺炎で、あれなんですよ、ね、来年ぐらいはぜひ ね、やってみたいんで、まあ、ぜひ実行委員長など、はい、マジですか。千葉県でも、ね、桜の名所があるでしょ、うんうん、まあ、別に東京じゃなくてもね、あちこちでやればいいと思うんで、私の住んでるところ、はい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 、桜の名所になってるところあります。ああ、は
はい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 、で毎年桜祭りをやってて、ああはい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 、じゃあね千葉県本部のね、はい、あの決起集会をそこでやるとかなんていいですね、ね桜とともにね、桜とともにいいと思いますね、はい、はい、満開の季節だと思いますので、また去年のように皆さん桜の画像を送ってください。こちらでございます。こちらに、ね、出ております、このアドレスの方にね、はい、送っていただければと思います。あのまたねこういう形であの紹介させていただきたいと思いますので、そういうわけでございますね。で、今日のね目玉の話題でございます。実は山口キャスター、このニュースの収録の前にあの成田明先生とですね、対談というか座談会をされまして、大変華やかな話で盛り上がったそうで、はい、ね、華やかでした、華やかでしたか、はい、はい、ね、すごく楽しかったです。そうですか、それは良かった良かったですね。あの成田先生は、はい、あの衆議院選挙がありまして、あ、はい、であの時 の、 あのちょっと前にそのご縁ございまして、で、あのその時にあの日本第一党の公認候補をした方々の似顔絵を描いてくださって、去年ですね、去年の参議院選挙でも似顔絵を描いてくださいまして、本当にね、ずっとねブレずに日本第一党を応援いただいているという、本当にね、あの本当に本当にありがたい限りなんでございますね。はい、その成田先生を党本部にお招きをして、はい、華やかなお話を、華やかなお話をたくさんさせていただいて、はい、ということでありがとうございました。それではですね、ここでですね、あの成田先生の方にご登場いただきたいと思います。はい、成田先生、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、初めてだね。あ、そう、そうですね。はい。トークうまいよね。あ、ありがとうございます。よどみなくしゃべる、しゃべるからね。ありがとうございます。ところで、ね、はい、僕の話面白かった、あのね、はい、ちょっとね、はい、僕の場合はね、はい、スケベ系だから、はい、なかなか言えないからね、華やかな話をしましたねっていうことです。本当華やかでした、華やかですね、本当に、はい、ね、華やかでかつも奥深い、もう奥深い、はーっと納得してしまうような、はい、はい、そういう華やかな話で盛り上がりましたね。盛り上がりました、はい、こちらにいらっしゃる関東ガールズのね、はい、皆さんとね、はい、女性に囲まれてね、今日はもう嬉しくて嬉しくてワクワクして素晴らしいです、はい、ありがとうございました、はい、いや本当に成田先生の話ね、はい、実は私も横で聞いてたんですけど、はい、すごく楽しかったですね。まあでもね、確かにね、我々はもちろん政治団体であり、ね、議員を出して、で、最終的には国政政党というのを目指しわけでありますが、ね、はい、やっていますかね、政治をやるにしても何をやるにしてもやっぱり何て言うんですかね、人として生きていて楽しいっていうことがなきゃダメじゃないですか。そういうところのね、何て言うか、そう、脳にね大変素晴らしい刺激をね、大先生いつも頂いてるんで、はい、うん、ね、これからもですね、各地で頑張ってほしいと思いますよね。はい、はい、そうですね、はい、なんか先生もね、なんか YouTube でチャンネルを改善されるらしくて、はい、これは楽しみですよね、はい、皆さんね、ぜひ成田明で検索してみてくださいね、はい、3月12日、元航空幕僚長のね玉上俊夫先生をお招きいたしまして、はい、講演会の方をねやらせていただいて、ゲストがね、武蔵村山市議会議員の雨宮洋一郎さんで、内容はねカルト宗教、ね、はい、でも玉上先生がねなかなかいいキャラでございまして、お話がねなか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 、はい、ね、面白かったですよね、はい、で、ね、なんかこうついこう熱が入ってしまって、カルトのお話なのに、本人もカルトの話でなんかいつもの話になってしまったと言いながらでもなんかまた頑張ってまたカルトの方に戻してって感じで、でも本当にね、はい、聞いてて飽きないって言いますかね。そうですね。ね、いい感じでございましたですね。はい、なんか確かあれ渋谷区民の方も集まってくださったんですよね。そうですね。うん、はい、だからね、渋谷区の統一教会のね、本部があるのが渋谷区ですから、そのね渋谷区の地元の方が集まるってことはね、大変いいことじゃないかなと思います。うん、4月ですかね。4月には。大阪の方でね、本田香織さんも、うん、そうですね、うん、激励会やられるということで、はい、まあ、頑張ってほしいですね。2月の終わりには新宿でね、堀切ささみさんが、講演会をやられまして、何十人か集まってほぼ満席みたいな感じで、
常に盛り上がったということで、頑張っておられるということですね。で、ホルキーさんはね、2回目の挑戦ということで、まあ、今度こそね、必ず勝利、前回がね、本当ね、本当にね、惜敗といいますかね、惜しいところだったんですよね。まあ、こちらですね、今日はちょっと、先ほどの成田先生にも強制宣伝をさせていただいたんですが、先日のね、当初の放送で私が強制宣伝をいたしました、こちらの、ビブスでございますね。実は対談の時これつけておられたんですよね。そうですね、はい、はい、で今我々つけているのはネクタイとスカーフでございます。これもジャパンファーストでございます、はいはい、このビブスですね、なかなかね、いいんですよ、これね、さっとかぶってその気になれるというビブスですね、はい、桜井本舗の方から本体価格2500円、税込み2750円で、購入発売中でございます。桜井本舗はこちらでございます。やっぱり買ってくださるといいですよね。そうですね、あ、ぜひあれですよ、千葉県の活動の時、皆さんにね、あ、いいですね、ね、来てもらうね、推奨で、はい、東京でも、神奈川でも、愛知でも、大阪でも、福岡でも、北海道でも、どこでも、日本脱出党の集まりの時、ぜひこのビブスをつけて来ていただけると嬉しいですね。で、あとはですね、旧統一国と戦う日本脱出党の DVD が発売開始となります。こちらがですね、定価3000円、税込み3300円でございます。こちらも桜井本舗の方からね、買いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、このね、DVD は中村和弘幹事長、で菅原美幸さん、そして、堀切笹美副党首、それから、萩山歩神奈川県本部長、それから、本田香織大阪府本部長も、登場されておりますのでね、ぜひぜひ皆さんね、買っていただければと思います。で、こちらのイラストですね、大変すごいです。元の絵がね、こちらなんですね。山下さん、この絵見たらどう思いました？これもう本当にインパクトもあるし、うん、はい、ディテールは、ディテールがね、分かりやすいんですよね。そうですね、うん、もう見てすぐに、ね、はい、でね、これ実は政治活動用にはこう真ん中のところをね、書いてもらったんですね。で、この DVD の、 背景に使うためにこの右と左を書き出してもらったんですね。で、右の方はもう言わずと知れたね、中村さんと菅原さんが、恋活やってる絵なんですけど、こちらですね、そうそうそう、はい、こっちのね、ある教祖様がヘリコプターでなんかどっかに行こうとした時にですね、ヘリコプターが不時着したというそのエピソードにちなみまして、まあ作ったんですけどね、ちなみになんかこう放り出された絵になっておりますけれど、本人はご無事だったそうです。今後もですね、各地のニュースいろいろ伝えたいと思いますので、山口キャスターもね、はい、ぜひ、気になるニュースね、はい、ありましたら、どんどんとですね、こちらの方でも発表していただいてと思いますので、はい、またね、千葉県のみならず全国の日本第一のニュースをですね、お伝えいただければと思いますのでね、はい、ということで本日はですね、山口キャスターと、はい、そして、まとまりなくしゃべりっぱなしのナビゲーターのトトさんがお送りいたしました。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。